お疲れ様です。金運の黄色でございます。え今日ね、舞姫さんからの動画が送られてきたんですけども、1分ぐらいでなんか動画が固まって切れちゃったんですよね。で、動画の収録時間も1分少々になってましたんで、多分これね、なんかのトラブルで本当に送りたかった内容が送れてないんじゃないかなと思います。で、今回、 薬の副作用と新常識っていうタイトルだったんでそこからね私はね類推すす。る返信動画を撮ろうと思います、まあ、おそらく、まあ、雑誌に紹介されていた薬の副作用っていうことに対して別の切り口をねあの、まあ、用意してくださったんだと思うんですけどもじゃあ私の方から新しい切り口をね先にちょっと考えてみようかなと思った時に薬の副作用確かにあるのかもしれませんけども 薬によって副作用が起きるような体の作り方鍛え方そういったものがやっぱ現代人にこう備わってしまったんではないかなと思うんですよじゃあ副作用が起きない体を作るにどうすればいいのかってことなんですけどもそれはいわゆる善玉コレステロールとかねナチュラルキラー細胞を鍛えておくって必要がありますしそうじて言えば自然治癒力を普段から培っておくってことが必要になると思います まあそのための方法ってのはさまざまあると思いますけどもその前提としてねまずは自然治療力を落としめるようなことをしない方がいいのかなっていうところはすす。ぐにできることだとだ思いますもうちょっと具体的に言うと食べるものを気をつけることかなと思いますねそれから食べる順番食べ方この3つ総じてこれをアメリカではねあの英語ではねダイエットっていうらしいんですよ。 だ日本語のダイエットは全く意味が違って、ダイエットっていうのはもともと食べ方のこと、まさに食育と言ってもいいのかなと思いますね。じゃあ、何を食べて何を食べちゃいけないのかってことですけども、圧倒的に甘いもの、砂糖類は、これは排除した方がいいかなっていうのが一つです。二つ目は植物油です。もともと日本人に植物油は向いていなかったんじゃないかなと思いますね。フライパンを使って、 料理するものっていうのは戦後 GHQ が昭和20年代から広め始めましたでこれはアメリカの余剰生産物を消費する政策だったんですよねまあですんで本来日本人は焼き魚煮魚ね魚をね煮たり焼いたりはするんですけどもフライパンでってことはなかったんですよそもそもフライパンっていうのがなかったですからねまあですんで私たちはフライパンに食用油を引くっていう まあそういう習慣がなかったっていうことを考えるとやっぱりね油を取ることがまあ良くないんではないかなと思いますさらには小麦粉ですね小麦粉の中に入っているグルテンってのがいろんな説はあるんですけども私は取るべきではないのかなというふうにね今思ってますねまあというところで乳製品をまずは取らないことそれから 小麦粉を取らないこと、砂糖を取らないこと、植物性油を取らないこと、この4つに、まずは落ち着くのかなと思いますね。この4つをできれば、自炊などをする際は避けておくこと、外食で避けられない場合は、それでも必要最小限に抑える意識を持つことかなというふうに思うんですけどね。そうすることによって、薬というものを使った時の副作用が起きにくい体を作ることができるんじゃないかなと。 考えますけどもねどうでしょうかねはい、こうだと決めつけるものではなくて今の時点ではなんとなくそう思ってるっていうぐらいのものなんですけども他にいろいろとまたお考えがありましたらお聞かせくださいそれではナミさんまた動画の方よろしくお願いします